サーマルリライタブルメディアのアプリケーションは、さまざまな業種でその利便性を生かし活用されています。例えばポイントカード。サーマルリライタブルメディアの代表的アプリケーションであるポイントカードは、流通業界において顧客へのサービス展開はもちろんのこと、顧客データや販売データの収集などにそのポテンシャルを発揮しています。ご覧のようにポイントが加算されるたびに店面の表示が書き換えられていきます。そして現在急速に普及している IC カードに欠かせないのがリライタブル技術です。 IC カードはデータの書き換えが何度も行えるのに対して、店面印刷は一度限りのものでした。そこで店面印刷も IC カード内のデータと同期させ表示することが課題になっていました。サーマルリライタブルメディアがこの課題を解決。現在、交通機関や公共機関などでの利用が注目されています。そして、IC タグ。商品に付帯される IC タグは、非接触 IC、いわゆる RFID として進化しています。IC タグも IC カードと同様、サーマルリライタブル技術を存分に活かし、データの可視化と書き換えが可能。非接触、そしてリライタブル技術はアパレルタグなどとして有効的に活用されています。そして今最も注目を集めているのが産業用リライタブルシートアプリケーションです。リコーでは産業用途への展開を意識したアプリケーションとして、検査情報や生産進捗情報といったリアルタイム管理を可能にする RFID の特性を生かしながら、そのデジタル情報を具現化させる機能を組み合わせた次世代の帳票レコビュー IC タグシートとそのプリントシステムを開発しました。レコビュー IC タグシートは、工程管理や物流管理のシーンで使用されるさまざまな帳票類をIC タグ化することによって、複数同時読み取り、起伏状態での認識、移動中での認識を可能にしました。また様々なシーンでデジタル情報と同時に表示を書き換えることのできるリコーのサーマルリライタブル技術がさらに有効性を高めています。実際の現場は目視確認が重要視されます。リコーのレコビュー IC タグシートはプリントシステムとともに最大 A4 サイズに対応し、黒発色表示と 600dpi 以上の高解像度が優れた視認性を実現しています。既存のバーコードシステムともシームレスな連携が取れるようになっているので、導入時のストレスも最小限にすることが可能です。